都道府県対抗女子駅伝松田瑞星が大阪を V 位に導く激走、恩師も驚嘆、彼女の強さは精神力、女王奪還に成功だ。全国都道府県対抗女子駅伝、15日、たけびしスタジアム京都発着イコール9区間42195キロ、3年ぶりに有観客で行われた一戦は、大阪が2時間15分48秒で8年ぶり4度目の優勝。歓喜の輪が出来上がった。まさにラスボスだった。5秒差の3位で襷を受けた最終9区の松田瑞星、27イコールダイハツは、前回も3位で襷をもらった。今日も優勝のテープが切れたらいいと思った。と25キロ過ぎで先頭と並ぶ。中盤は神奈川の佐藤誠陽、資生堂と競り合う場面もあったが、後半にギアチェンジ。世界を知るランナーが存在感を示し、2位の京都に49秒差をつけた。フィニッシュ後にはガッツポーズで喜びを表現。マラソンの練習に注力する中で、思想なしのほぼぶっつけ本番でのレースだったが、大阪薫英女学院校時代の恩師で、プロ野球ロッテの安田翔健の父としても知られる安田高監督に優勝をプレゼント。優勝しないとここから帰れないと思っていた。優勝をめがけて走りました。と笑顔を見せた。安田監督も、優勝はあまり予想してなかった。本当に嬉しい。アンカーに松田がいるので、彼女はこういう大きな大会で一度も外したことがない。彼女の強さは精神力じゃないですかね。と舌を巻くほど。今回の勝利を糧に、次はマラソンで結果を残す。東スポウェブ。